京都貨物駅は京都府京都市下京区梅小路頭町にある日本貨物鉄道東海道本線の貨物駅である旅客船に並走する貨物船にある2011年3月12日に梅小路駅から解消されたただし西日本旅客鉄道における丹波口駅への貨物支線の分岐点としての名称としては廃止に至るまで旧称の梅小路が使われていた この項目では、京都貨物駅に隣接する位置に存在した、山陰本線の臨時駅、緑化フェア、梅工事駅についても記述する。旧、二代目梅工事駅車風景。1998年4月4日撮影。1876年9月5日から1877年2月6日に、京都駅が開業するまでの間、当駅の付近に、暫定的に、 大宮通り仮停車場が設けられ、大阪駅からの鉄道の終着駅だった。地上駅。東海道本線と山陰本線の分岐の間に、構内が広がる。東海道本線支線があった頃は、同線も加えた、デルタ線の内側を成していた。着発線、2役方式を採用する、コンテナホーム一面2線がある。ホームの北側に接する着発2役線は、上り列車。 南側に接する着発2役線は、下り列車が主に使用する。なお、着発線が、上り線側に1本、下り線側に3本付設されている。このほか、有害者用の貨物ホーム一面一線、仕分け線、留置線などの側線が存在する。なお、上り列車は、福福線の本線から、西大路駅付近の渡り線を使用し着発線に、進入。 京都駅手前の渡り線を使用し再び本線に合流する。しかし、下り列車は複雑で、京都駅から本線の南側に付設された単線の貨物線を通り、本線の下をくぐり抜け着発線に進入する。発車の際は、本線の北側に付設された単線の貨物線を通り、その後本線をまたぎ、向こう町駅構内で本線に合流している。 この着発線から向こう町駅までのルートは、京都駅30番台乗り場を発着する特急、はるかなども使用している。駅構内には、営業窓口の JR 貨物京都営業支店が入る駅舎のほか、日本アクセスが使用する、物流施設、F プラザ、京都貨物が設置されている。また、西日本旅客鉄道埋め工事運転区があり、旅客電車が、 構内に留置されていることもある。東海道本線を走行する列車のほか、北陸本線、湖西線から直通する列車も停車する。以下は2014年3月15日改正時点の状況である。1994年に梅小路公園で開催された第11回全国都市力カフェや会場の最寄り駅として、 山陰本線の京都駅丹波口駅間に9月23日から11月20日の約2ヶ月間のみ開設されていた。2005年から2006年頃に地元 J リーグチーム京都パープルサンガのためのサッカー専用スタジアム建設が議論された際、候補地の一つとなった梅小路公園はこの駅の存在を理由として大量輸送でのアクセス性が支弁と評された。 なおスタジアム建設は、西京国運動公園の改修で決着した。京都水族館の開業や梅小路公園の再整備、京都鉄道博物館の開業に伴い、2019年に梅小路京都西駅が開業した。当駅からは、旗西方に約600メートル離れたカーブの先に設置された、単式ホーム一面一線があった。また、線路の北側、 梅小寺公園敷地の外周歩道南東端から、梅小寺蒸気機関車間の現在の展示運転線上にかけて仮設ホームが設けられていた。当駅の駅名標では、緑化フェア、梅小寺駅と書かれていた。緑化フェア、梅小寺駅の開設中は、両隣の京都駅、丹波口駅の駅名標にシールを貼り、当駅が案内されていた。AB 駅名解消のご案内6000区8カ所の駅名を解消します日本貨物鉄道オリジナルの2021年3月17日時点におけるアーカイブ https web.archive.org <ッ> e we 20210317075143 h t t p w w w j a f t o アップロード、93F424C3618257 は7 e 7 e 1 8 7 3 0 4 e 2 d 5 4 4 p d f 2 0 2 1年3月17日、閲覧。AB、マンスリー以下持つ2011年3月号ボリューム、6119ページ。AB、佐賀野線、京都丹波口駅間新駅設置に関する。 事業基本計画の変更認可申請並びに、東海道線の廃止届出書の提出について、西日本旅客鉄道プレスリリース、2015年2月27日、同日閲覧。鉄道要欄の路線図でも、JR 貨物としては、京都貨物表記なのに対し、JR 西日本としては、梅工事表記となっていた。似た事例としては、 東北本線貨物支線の仙台貨物ターミナル駅がある。JR 貨物梅工事駅が開業。交通新聞 P4 貨物実国表平成26年3月大夜改正。鉄道貨物協会2014年。緑化フェア梅工事駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。